こんにちは、みほです。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は GU の最近の購入品を紹介したいと思います。先日、秋冬ファッションで紹介したものは、置いといて、ちょっとでも、ブーツはかぶりますね。はい、コーディネートに先日紹介したものも使っていきたいと思います。まず最初に、こちらのヘアバンドです。これ590円かな、すごい安くて、どこが気に入ったかっていうと、ヘアバンドのゆるさですね。これ普通ヘアバンドってギュってなるやつが多くて、一日中やったりとかしてたらね、痛くなるっていうか、外したくなるのが多いんですけど、これはね全然そんなことなくって、一日中やるのにぴったりです。ゆるゆるっていう人いるかもしれないけど、私は割と頭ちっちゃい方だと思うんですけど、ずれずに止まってるけどきつくないっていうやつですね。ちょっと外してみますね。こんな感じで、ここになんかねじってあるデザインがついてます。はい、これ買いました。次ですね、こちら GU アクティブのインナーなんですけど、スポーツブラタンクトップ GA って書いてますね。これね、なんでか知らないけど、ネットショッピングだと見つけられないんですよね。これ私は店舗で買いました。実はね、色違いのこのね、なんていうの、グリーン、これをね店舗の安売りの590円で買って、めっちゃ良かったんですよ。だからこれね、店舗でもう一回別の色があったんで、速攻買いました。お値段はセールなしで990円です。これはね S なんですけど、何がいいかっていうと、私ね胸が結構あるタイプなんですね。だけどアンダーは細いっていうので、ワコールのサイズで言うと F65 ぐらいですね、今で。なんですが S サイズでちゃんとね、なんかちょっと上がってるんですよ。そのポイントっていうのが、この肩紐の調節がないっていうんだと思うんですね。S で胸が割とあったら、その分短くなるから、こうね上げる力があるんだと思います。でかつ、この何ていうのかな、パッドがいい感じにフィットするんですね。S やのにフィットするっておかしいけど、でも私にはぴったりで、伸びるし全然痛かったり痒かったりする感覚がないんですよ、これ。だからね、これ今4着結局合計で買って、毎日着回ししてます。ほぼ着てますね。家にいたりとか、よっぽどがっちりしたブラジャーつけたくなかったら、もう毎日これです。ただなんでネット通販、オンラインサイトでないのかっていうのがちょっと不明なんですけど、これすっごいいいです、私にはね。だからカップが大きめな人でも S、 細い人やったら S でいいと思います。そんな感じで、これがねもう超私はおすすめです。はい、今も下に着てます。タグ切ったんで着替えますね。着た感じこんな感じ。私ね、ユニクロのブラトップだったらなんかね合わないんですよね。アンダーに合わせたらカップが浮くっていうか合いにくいし、カップに合わせたらもうアンダーがダルダルって感じになっちゃうので、これはねここの肩ひもが調節できないんですけど、それが逆にいいって感じ。ちょっとよく言えばもうちょい上がったらすごい細見え若見えなんかもしれないけど、十分ねこれでいけると思います。はい、次ねこちらです。パールのボタンがついたカーディガンです。これね1400円ぐらいやったかなと思うんですけど、ちょっと忘れた。でもね今ね990円に値下がりしてます。だから逆にねすごいいいと思う。私は S と M と迷って S にしました。生地はちょっとね難点っていうかね、着心地はそんな良くないんですよね。アクリルとナイロンでちょっとシャリシャリしてる、ザラザラしてるっていう感じを受ける人もいるかもしれないです。ボトムはこちらのレザー風のスカートを合わせてみます。こちらねセールで1490円で買いました。で S サイズが店頭になかったのでオンラインで取り寄せて買いました。これね、質感全然安っぽくないのに1000円台とかすごいいいと思います。内側はねこんな感じですね。まあビニールみたいなんですけど、なんかね肝じゃないけどサワサワしてる、そんな感じ。なんかねナイロンのテーブルクロスの裏みたいな感じかな。着心地に良さそうに聞こえないかもしれないけど、結構着心地は良かったんですよ。はい、じゃあこれをね合わせてみます。カーディガンで言うの忘れてたんですけど、ちゃんとねこういう替えのパールのボタンもついてるので、990円やのにこんなやつついてるって、やっぱり日本製なんかな、日本の会社やなって思いました。中国製かな。ブーツね、これどちらもGUです。こっちの S サイズを先に買って、でこちらね XS を取り寄せてオンラインで買いました。店舗で試着して OK だったので返品せずに買いました。ただねこれが注文してから届くんがめっちゃ遅いんですね。でその間に2990円から2490円に値下がりしてたんで、ちょっとショックやったのは覚えてます。茶色ね、こんな感じで、こっちがホワイトです。これは先日の秋冬物で買ったやつのファッション動画でも出しました。こっちを合わせてみます。本物で買ったものはこちらのベレー帽ですね。これもセールで990円でした。そして、今日ね見えないから履かないでおこうと思うんですが、こちらタイツです。こちらは290円でした。まだね1回も履いてないけど、生地の感じとか履き心地はすごく良さそうですね。こういうねボルドーっていうか茶色が今季私すごいハマってるので、茶色と白のコーディネート、今季の秋冬はしていくと思います。次はこちらのヒートパデットっていうのかな、ウーマン 2way ヒートパデットベストっていうやつの色はナチュラルを買いました。これの気に入ったところはすごく軽くてあったかくて、あとファスナーがゴールドっていうのが私のすごいツボだったんですね。こういうゴールドだと高見えすると思います。紺と黒とこのナチュラルっていうね白っぽい色あったんですけど、私はすごい迷った結果白にしました。っていうのがですね、これ表面に撥水加工がしてあるみたいで、汚れにくいかなと思って、白が好きだけど汚れを気にして着れないというよりかは、もう思い切って白着ていこうっていうことで買いました。で 2way っていうのはここのねフードがボタンで取り外しできるっていう意味だと思います。はい、あったかいっていうか暑い。なんかね、今年の冬って関東より西、関東より下にある地方って例年より寒くなるらしいんですね。だから私結構寒いのは苦手なので、これね着込むように、多分あんまりね外でスポーティーな格好ってしないので家着になると思います、家の中でほとんどこれ着ると思うけど、そういった意味でも撥水加工ありがたいなって思ってます。お値段がね2990円やったかな。それやったらね、こんだけあったかかったら、まあ、本物のダウンジャケットじゃなくてもいいかなって私は感じました。ポケットはこことここにありますね。はい、こんな感じです。ブーツは最初は白合わせてたけど、今は茶色、このバッグに合わせて茶色にしてみました。で次がこちらです。これねフリースアノラックって書いてましたね。でアノラックって何なんかっていうとね、おそらく登山とかアウトドア用のジャケットの名称みたいです。で形がねこんな感じにファスナーが胸元の途中まであって、ここにねポケット、四角いデザインだったりこう両側から手を入れるようなパターンもあったんですけど、ドラえもんみたいなポケットがある暖かいもの、風とか雨をしのげるものをアノラックジャケットって言って、今ね流行ってるみたいなんですよ。それが GU でもあって2490円やったんですね。ここにね高温って書いてるでしょ。だからね今年の冬が寒いって聞いて、これは家着にするために買いました。で XS サイズをオンラインで注文して、店頭の S サイズと着比べて私は XS にしました。裏がねまあフリース素材になってます。こんな感じ、めっちゃあったかいで、今着るんね多分暑いけど、これもね着用していきます。暑いっていうかあったかい。もうこれあったらね多分暖房いらんのちゃうかなっていうぐらいあったかいです。で私フードのついた服が実はあんまり好きじゃないんですよ。なんでかっていうと、夜寝る時着てたら、夜寝る時着る人いるんかな、まあ、夜寝る時にねフードある服を着ることを想定する人あんまりいないと思うんですけど、私はねそこ気にしちゃうんですよね。まあ、夜じゃなくても昼寝とかでゴロンってした時にこの辺もしょもしょあったらね嫌だから、あとはね洗濯をしたら乾きにくいじゃないですか、だからそもそもフードって何のためについてんねんってずっと思ってるタイプなんですけど、これはねなんかまあこれを着て寝るってっていうことはないだろうし、まあまあ乾きやすそうやったんでいいかなと思って買いました。暑いな。あとはねポケットですね。これね行き止まりじゃなくて両方がこう通じ合ってるポケットなんですね。だからすごいね大きいものも入るんですよ。これ一つでコンビニとかやったらいけそうな気するなと思って。長財布入るんかな。長財布ねこうでしょ、全然余裕で入りますねあ、入り口が狭いのか。入り口が入らないね。入り口が入らんかった残念やな。入り口が入らないけど携帯とかやったら余裕で入りますね。ここにねなんか入れて、それこそリップとかティッシュ、ハンカチと携帯だけね入れて、これでねイオンとか買い物行けるなっていう感じで気に入って買いました。もう今年の冬は寒いだろうから、これとさっきのダウン風ベストでいけそうな気がします。毎年冬になったらね去年何着てたっけってなりません？なんか私だけかな。まあね難点というか、よく言えばこのね柿色のところ、これがねなんかこの色じゃない方がなんかシックに着れたんちゃうかなって思うんですよね。まあいいけど。でフードで首が後ろに引っ張られて首詰まるっていうのが嫌いな私みたいなタイプの人でもここ開けることができるから、うん、いいですね、すっきりして。まあ、ボアのパーカーでチャックが全開するものだと温度調節がねしやすいとは思うんですけど、私はもう極寒の家の中、極寒っていうかね真冬の家の中を想定して選んだので、これはね2490円やったらめっちゃいいなと思います。ぼちぼちセールにならんかな。 GU とかってすぐ安くなりますよね。だから2490円でも十分安いなと思って買ったけど、もしかしたらもっとお得に買えるチャンスが来るかもしれないですね。はい、今日は最近 GU で買ったものを紹介しました。私ね、去年までは GU って本当靴下とインナーとスポーツウェアぐらいしか買ったことがなくって、お洋服買うんがね今年初めてなんですけど、めちゃくちゃなんかねいいのがいっぱいあるなと思ってハマりました、完全に。ただ今回も店舗で試着したり、オンラインショップ限定かな、オンラインショップ限定サイズとかを取り寄せて、特にニットとか上のね990円890円のとかも試着いっぱいしたんですけども、やっぱりまあ安いので安っぽいっていう表現違うと思うんですが、だって安いもんね。だけどちょっと私の好みには合わなかったので、まあ、買わなかったっていう選択したものも多かったんですね。だからGU で爆買いしたみたいなね動画にはちょっとできないんですけど、まあ、厳選してすごくね好みドンピシャなもの、来年もこれは好きやと思うっていうねものを選んで紹介しました。今後は一応ですね ZOZO タウンで買ったものと ZARA で買ったものが全部届き次第、そのコーディネート紹介していこうと思います。まあ、私のファッション動画って低身長 148cm で40代で体型がウェーブ、パーソナルカラー診断がスプリングっていうタイプなので、すごいね狭い方にしか参考にならないかもしれないけど、まあ、誰かのね参考にしていただけたら嬉しいなと思ってファッション動画今後も出していきたいと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、リクエストお待ちしています。また別のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。